次のステージに緊張してカボスみたいな顔になってでもちょっと次のことが呼びっていましたそうですね、本当に申し訳ないですけど今のところどうでもよかったです、実況解説席松本チェアマン、この対戦をどうご覧になったでしょうか。松本さん、まあ、エゴロックはね、なんかすごく見応えありましたし、ね、カーションもすごい良かったし、あと打点がね、なんやろ、違う流派やねこんな流派、ね、どっか違う流派で習ってたでしょいや、すごい、すごかった、面白かった、ありがとうございます。個性がぶつかってて良かったと思います、次も期待したいと思います